can't read any of that list. とまあこんな感じ。補足や反論は？Yes. What does all that say? D メールでは最大で英文36文字か。日本語文18文字しか送れないというのは不便だな。改善したいところだ。でも、いつへ送るかの調節ができるのを発見したのはすごくね？発見しただけで満足してたら無意味。原理を突き止めないと。ここに書いたのは現象として確認できたものでしかない。原理の究明か。確かにそれが分からなければ真にタイムマシンを作ったことにもならない。6文字 ×3 しか送れないのは何が原因だ。ねえねえ、あのね、唐揚げやバナナはゲル揚げとかゲルバナになっちゃって、でもお塩はゲル塩にはならなかったんだよね。だから略すなよ。で、D メールは18文字まではちゃんと送れて、19文字以上は消えちゃうんだよね。きっとね、大きなものとかたくさんは送れないんじゃないかな。あ、もしかしてもしかして、そのガーブブラックホールが、カーブラックホールね。カーブブラックホールが、だからカーブラックホール、ブラックホールの穴がきっついんだよ。マユシ、今の言葉もう一度よろ。穴ってところから。Let's not go through this again. 穴がきっついの。これはけしからん。言わせているんじゃないや、ホダル。穴がきついか。穴がち間違ってないかも。おそらくセルンのタイムマシンと同じ原因ね。リフターの調整がうまくできてないから、完全には得意点を裸にできず、そのせいで遅れる容量が限定される。唐揚げやバナナはともかく、全角6文字半角12文字のデータっつうと、容量は12バイトだね。バイト？キロバイトじゃなくて？おーっと、マキセ氏はメカに弱いタイプと見た。そうなのか、助手。うるさいな。バイトなんて単位は最近見ないから、確認しただけよ。There you go, in case you were not aware. まあ、電子メールは本文テキストだけじゃないけどさ、送信先と送信元のメールアドとかヘッダとかもろもろ込みだともっと増えるけど、目安として12バイト分の文字数なら3回分は転送できるってことじゃね。あ、ちなみに件名は入れると入れないとでどう変わるかわかんねえ。確かに唐揚げやバナナをデジタルデータに換算したところで12バイト程度のサイズになるとは思えんな。
塩は一つ一つが小さいから12バイト以下と換算された可能性がある。質量が大きいと超重力に押しつぶされるっていうこと？質量ではないかもしれん。データには重さはない。いずれにせよ、得意点を裸にできていない時点でイベントホライゾンを通過せざるを得なくなる。そのイベントホライゾン内では空間と時間の入れ替わりの影響でリング上得意点に到達した被験者は超高速に達しているから、超重力により押しつぶされて破壊されたデータがブラックホールから吐き出されてしまう。ゼリーマンの出来上がりだ。でも質量が小さければ通り抜けられるとも思えない。どっちにしろ超重力の中を抜けないといけないのよ。穴がきついのならば注入する電子を増やせばいい。そんな簡単な問題とは思えない。セルンだってその方法は試したはず。なのに実験開始から9年経っても解決できていない。単純に電子の量を増やせばいいってわけでもないのよ。そうか。そもそもセルンではリフターがあるけど、電話レンジの場合そのリフターに代替するものが何なのかすら分かってない。これじゃ調整以前の問題。リフターに変わるものが何なのか、それは不明だが、少なくともその代替物の効果によりリング得意点に36バイトプラスアルファまでは通り抜け可能な道が作られているのは確かだ。よくわかんないよ。リング上得意点の入り口である内側のイベントホライゾンを魔王城の門に例えればいい。魔王城？Where exactly are we going with this? I suppose this is a way to explain the whole thing. スライムになって帰ってきた騎士さんたちがゼリーマンなんだね。だが例外もある。なんだその無茶な設定。 Very complicated. 図体が大きすぎてはダメだという例えだ。なるほど、すごくわかりやすかったよ。そう？オカリンの例えはともかく、これでゼリーマンの件は解明できたんじゃね？すべてマユリのヒントのおかげだな。マユシーは役に立ったかな。ああ、いいひらめきだったぞマユリ。よかった。でもまだ仮説よ。それが証明されたわけじゃない。証明ってどうやんの？セルンと同じように人体実験するん？岡部と橋田さんが被験者として志願してくれるなら喜んで実験してあげるけど。 I think it's a good idea. 人体実験ってなんか響きがやばいよね、性的な意味で。だが断る。僕はされる方よりせっかくだからする方を選びたい。はぁ、
右に同じ。いや、性的な意味でという部分は同意しないが。バカども。何度も言うけど、問題はあの電話レンジのどこにリフターに代替する機能があるのかっていうこと。それともう一つ、なぜ時間帯によって放電現象やゼリーマン化が起きたり起きなかったりするのかだ。わからないことはあるけど、 D メールのやり方についてはもう完璧ってことで、ファイナルアンサー。過去にメールを送れるってすごいことだよね。人が直接過去へ飛べるわけじゃないからタイムマシンって感じはしないけどな。それをやろうとしてセルンほどの研究機関が失敗し続けている。タイターの予言によると完成まであと24年かかるんだっけ。確かに今の俺たちでは物理的なタイムマシンは無理かもしれんな。セルンに比べて金も施設も足りない。しかし俺たちはそれでもタイムトラベルを実現させた。データを過去へと送ったのだ。この電話レンジはもっとちゃんと検証するべきね。何が起きてるのか把握しないと。 D メールをもっといろいろ面白いことに使いたいよな。気持ちはわかるが今日は無理だ。もしまたビルを揺らしたらミスター・ブラウンから最後通告を出されるだろう。詳細な検証は明日以降に行う。だがこれだけは宣言させてくれ。靴脱がなきゃ汚れちゃうよ。That's a good point. 本日、今日って何日？ It's Monday. If you just look at your phone, you'll know that. 8月2日。2010年8月2日は人類史にとって永遠に記憶に残る日となるであろう。There you go. If you guys remember August 2nd, 2010, it was a date that lived in infamy. なぜなら、今日この日、我ら未来ガジェット研究所は人類史上初のタイムマシン開発に成功したからである。人類史上初じゃなくね？セルに先越されてたし。そもそも開発したとは言えない。偶然使えるようになっただけ。助手はセレンディピティという言葉を知らないらしいな。ペニシリンに X 線にダイナマイト、その他多くの偉大な発明は偶然から生まれたのだぞ。それはそうだけど。でもクリスチャンってタイムマシンなんてないやーいってこの前は言ってたよ。今はあるって認めてるんだね。今のところは認めざるを得ないってだけ。原理を究明していけばもしかしたらタイムマシンとは似ても似つかないまがいものかもしれない。けっ、どいつもこいつも俺の堂々たる宣言に敬意すら払わんとは。 No, not really. 人類史上初の、あ、いや史上2番目かもしれないが、タイムマシン開発の栄誉、この俺が独り占めしても後で文句を言わないことだな。今日の第66回円卓会議は以上だ。解散。 This is the 66. Seems a little high. ちょ、今のって円卓会議だったん？知らんかった。しかも66回って。